ぶっ壊された浅野拓磨がこちら。珍しく浅野が裏街道を狙ってる。浅野は決勝でしか本気出さないからな。イラクディフェンスがよく頑張ってた浅野の攻略本持ってるだろ。イラク普通に強かった。日本は縦ポンに弱いな。フィジカル勝負は相手が強かった。イラクは戦える選手が揃ってたな。